日本ではちょっと珍しい食材を使った本格的なアヒポキに家族の大切な思い出の味になっているたっぷりチーズのピッツァ町の皆さんのスマホ写真から絶品グルメを探るスマホのグルメまず教えてくれたのはこちらの親子。 ちょっと5年ぐらい前の写真なんですけど、はい、娘の誕生日のお祝いですね、うん、とてもあのいい一枚だったんでずっと残してます素敵なお写真ですけど、これはどちらで撮られたものでしょうか、はいえー、とエストエストエストという、えー、札幌駅の北川にある、うん、イタリアンのお店で、初めて行った時にすごい良かったんで、うん、でも娘がすごいそこからもう気に入ったんで、もう毎年、何かの記念日には行こうかということで、毎年1回は行ってます。 もう10年以上通っているというこちらのイタリアン定番のパスタやピッツァだけでなくお父さんおすすめの豚肉のローストといったバリエーション豊かなメニューに家族でとりこに。 娘さんと行かれた時は何を召し上がりましたいつもピッツァが大好きでものもチーズのピッツァが大好きなんで、うんはい、必ずそれを頼んでますまたかいうぐらい <laughs>、はい、頼んでますねもう10年以上食べ続けてるそ,の、はい、それでも飽きないんでしょうねう毎回それを頼んで楽しんでますご家族で長年通っているお店が札幌駅北口から徒歩5分の場所にあるオステリアエストエストエスト おしゃれな雰囲気のこちらコスパの良さからランチには満席になるほどの人気店さらにちょっと贅沢なパスタからイタリアの伝統的な家庭料理まで多彩な料理をいただけるため普段使いから特別なひとときまでさまざまなシーンで楽しむことができますそんなお店でいただくのが失礼 <laughs>、はいたします。 こちらよいの北島ワインポークのグリリアでございます。グリリア、はい、すごい厚みですね。ワインの町よいちさんの赤ワインを飲んで育ったというワインポーク。果たしてそのお味はジュワー、うーん、柔らか、噛み応えは抜群です。 でも、歯でスッと切れる、柔らかさ。噛めば噛むほど、この豚肉の旨みが広がってきます。でも、これだけの厚みで、これだけの柔らかい状態で、グリルできるってすごいですね。はいはい、そうですね。まあ、あの、まあ、シェフの焼き方もあるんですけれども。うん、このワインポーク自体が、やっぱり、その肉質がすごく柔らかいですね。うん、本当に歯切れもよくって、うん、あとは、もう、その、この分厚さで、焼くからこその。 柔らかさっていうのもあるんですよね、うん、ゆっくり火が中まで伝わるのでしっとり焼けるっていう感じもあります、はい、本当においしいこれはちょっと驚きですよ <laughs> 僕は感動していますありがとうございますものすごく美味しいです <laughs> さらにワインポークの油は融点が低いため口の中でさらっととろけるのも特徴脂身が苦手な方にもおすすめです こちらは娘さんを10年以上虜にしているというゴ種チーズのピッツァモッツァレラやゴルゴンゾーラなどのチーズが乗ったチーズ好きにはたまらない1枚です、うんー、うんー、うんーほぼ濃厚ですものすごく濃い チーズの旨味がガッツンときて、それでいてこのモもっさりなんですかね。伸びる感じが。そうですね。の伸びるのはもっさりなんですね。はい。もちもち食感もものすごく口を楽しませてくれます。ベーシックに作っているんですけれども、本当にもうたっぷりチーズを使って、ええとなおかつチーズとチーズ自体がそのまあ喧嘩するようなチーズは入れないようにっていう感じですね。すっ。 すごい仲良し、みんないい仕事してる <laughs> チームワーク抜群の地図たちですね <laughs> そんなピッチャにおすすめなのが、はちみつたっぷりかけていただくとうん、甘じょっぱさがたまらないですねはちみつも合わさって よりり濃く深く深なります塩味と甘みとチーズのいろんなおいしさが合わさって口の中が大,重大しますさまざまな料理で大切なひとときを楽しませてくれるエエエススストトト最後に毎年このお店で記念日をお祝いするという家族の話を伝えると。 ご家族でお子様が小さい時からあのいらっしゃってもう大学生大人になる、はい、なってもそうやって来ていただくっていうのは、うん、もう本当に長くお店をやっていて良かったなって思う瞬間ではありますね、うんうん。教えてくださった家族もそうですけど、はい、これから町の皆さんにどんな風に愛されるお店にしていきたいですか。そうですね。まあこれからも変わらずカップルでも家族でも。 おじいちゃんおばあちゃんとお孫さんと3人でですとかでもいらっしゃった時に「うん、美味しかったね」って言われるようなあのお店に変わらずしていければいいかなというふうには思ってます続いて教えてくれたのはワンちゃんと大通り公園を散歩していた女性あこれそうかな<い>ワンコといけるお店でお<い>ハワイアンカフェシリーさん。 ワンちゃんと一緒に行けるカフェ行けますパンケーキとかこうポキポキ丼がすごく美味しいお店でなんかミックスできるんです、うん、あの鮭とマグロとかもできるし、うん、私はミックスを食べたんですけど一緒に散歩していたパンナちゃんそしてオスの豆太郎くんと住んでいるという女性一緒に楽しんだポキ丼の味と居心地の良さを忘れられず豆太郎くんの誕生日も そのお店でお祝いをしたんだとかさらに気に気なる情報が店主の方は本当にイケメン、爽やか風のイケメンで、当然、わんこ預かったりしてるホテルも営業してるので、わんちゃんの扱いはもちろんなんですけど、まあ、ミセスの扱いも <laughs>、なんか、とってもスマートなはー方ですねスマホのグルメ、2軒目は。

2020年にリニューアルオープンしました中庭にはバーベキューもできるドッグランスペースもあり大空の下開放的な環境でワンちゃんと気兼ねなく食事を楽しむことができますそんなお店で 一番の人気を誇るメニューは女性も大絶賛していたハワイの伝統料理ポキハワイ語で小さく切るを意味するポキサイコロ状に切られたサーモンやマグロにアボカドや枝豆カシューナッツそして日本ではちょっと珍しいシャキシャキとした食感と塩味が特徴の シーアスパラなど本場の味が楽しめる具だくさんの一品です。そんなポキ一番のこだわりはタレですかね。結構試行錯誤して、まあ最終的に今のタレにたどり着いたのはその、まあ、煮干しの出汁だったりとか、わさび醤油ベースで、でハワイって結構照り焼きとかもあの多かったりするので、ちょっと照り焼きっぽく甘い感じにしたタレが特徴的かなと。 5年の試行錯誤の末に完成した秘伝のタレはほのかな甘みが感じられマグロやサーモンの濃厚な味と新鮮な野菜の味を引き立ててくれます一口食べた瞬間幸せが口いっぱいに広がること間違いなしですさらに鶏肉と豆腐のハンバーグを使ったワンちゃん用のロコモコもあり愛犬と共に ますそんなシリーズで大切な家族と特別な日を楽しむという女性の話を伝えると毎年お誕生日をうちでお祝いしてほしいなと思うのでまたハワイの方行って向こうでもトレンドとかも変わってきてるかなと思うのでそれもちょっと引っ張ってきてアヒボキももっとパワーアップできるように研究していけますのでこれからもよろしくお願いします。 研究熱心な木下店長が作る絶品アヒポキでハワイ気分を味わってみては